何待ちかというと、実はお父さんを待っています。懐かない対策で毎日晩ご飯はお父さんがあげています。最初は全く出てこなかったのですが、3ヶ月くらいでこうしてそばで待つようになりました。警戒心が強い葵ちゃんもご飯は別みたいです。待ちきれなくなった萌ちゃんが降りてきました。やっとご飯が食べれますね。本当に仲のいい兄弟なので、取っても取られても全く喧嘩になりません。いたずら仕掛けるつもり。おとぼけるいくん、賢明な判断だね。さて、今度は愛子さん。ごめんなさいね。ちょっと譲ってくださいな。かわいすぎる仕返しです。机を占領されました。申し訳ありませんが、編集が山積みなのでご協力願いますか。交渉は難航を極める。和解成立。ウェットのご飯が終わりました。次はおやつのカリカリですが、先に愛子さんに準備しているのでお待たせしてます。もうドアノブも軽く超えてる。お待たせしましたね。そろそろ中で一緒にさせたいのですが、未だ愛子さんが受け入れてくれません。そのうちにと思っていたのですが、こんなに手こずるとは。トトロの真っ黒クロスケみたいですが、最近階段で寝ることにハマっているるいくんでした。無邪気だった頃と違い、少し様子を伺うようになりました。それでも顔だけはまだまだ子供です。黙って待っていたなんて、なんといじらしい。お母さんのおやつタイムです。
3匹の圧力に屈してしまいました。一人で食べてる罪悪感からついついまたおやつをあげてしまいました。これは悪しき習慣です。いけませんね。お父さんと戯れるルイくん。1年で体重は 4.6 キロになりました。まだまだ伸び盛り、黒部パパも超えそうな勢いです。おそろで買った首輪は全く意味なし。すでに3本壊れました。今は家野良状態です。性格は変わらず、何があっても前向きです。落ち込んだ時は励まされます。最近はさらに兄弟思いになりました。ただちょっと大人になったのは嬉しいのですが、甘えてくる回数が減って寂しいです。それでもこうして元気でいてくれることが何よりです。あらあら、これはいけませんね。ルイくん、2匹の期待に応えようと必死です。でも、もう無理ですよ。ほら、この通り。視聴者さんに教えていただいてキャビネットロックを買いましたから、いまだホタル族のお父さんがコンビニに出かけました。おや、まあ、普段は懐かないのに、お父さんを後追いする葵ちゃんが可愛すぎました。